こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは目玉焼きですね。サムネイルは目玉焼きになります。MS の卵3個分ですね。で、卵焼き、卵焼き、これも MS の卵3個分、合計6個分ですね。それと豆腐ともやしの炒め物、豆腐ともやしの炒め物、豆腐もやし炒めですね。マヨネーズではなく、キムチの素をかけて食べます。で、白ご飯ですね。これに、今日はもう完食でみかんを2個食べました。あと、そうですね、柿、気になる方の柿ですね。柿をデザートで食べるかもしれません。ビタミンがね、不足してらいけませんから、果物の補充ですね。さて、体重です。順調に増えすぎてた体重ですが、日曜日でリラックスしているというのに大して減ってませんね。 57.3、 体重 57.3、 体脂肪率 14.7、体重 57.3、 体脂肪率 14.7、 基礎代謝 1319、 内臓脂肪レベル6、筋肉量 46.3、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 57.3、 体脂肪率 14.7 です。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。目玉焼きはもうちょっと今火入れしてますのでね。ご視聴ありがとうございました。失礼します。あ、そうや、物足らずに卵もっと食べたら記録しておきます。